2022年6月8日、ザ・サイクル・フロンティアというタイトルがついにプレシーズンとしてリリースされました。本作はサスペンスと危険に満ちた自由度の高い PVPVE のファーストパーソンシューティングゲームとされています。プレイヤーキャラは見捨てられた惑星に降り立ち、お宝や資源を集めて持ち帰るという目的自体はわかりやすいゲームとなっています。ゲーマーにはエスケープ・フロム・タルコフ系の作品といった方が伝わりやすいでしょうか。しかし、この惑星はとにかく危険。血に飢えたモンスターだけでなく、苦労して集めた資源の略奪を狙う他のプレイヤーキャラがはびこり、時にはサイクルと呼ばれる死の嵐に見舞われることもあります。惑星で手に入れた資源は現地で脱出艦を呼び出し、拠点まで持ち帰らなければ何の意味もありません。なぜかというと、力尽きれば全てその場で持ち物をロストしてしまうからです。もちろん潤沢な装備を準備すれば、それらの恐ろしさは軽減しますが、相応のコストがかかります。例えばそのコストを賄うためにより危険な知恵と足を踏み入れて高級な資源を狙うとしましょう。そんな風に欲をかいた結果、もし力尽きてしまえば準備した分損失は大きくなります。リスクとリターンをうまく天秤にかけることがこの惑星で賢く稼ぐコツなのです。もちろん脱出艦付近でカモがネギを背負ってくるのを待つというのも有効な手段には違いないでしょう。そんなザ・サイクル・フロンティアをユウスケとイツキの2名で今回はプレイしてきましたので、そのプレイ動画をお届けしたいと思います。それでは本編どうぞ。はい、今イツキ視点ですね。はいはい、今回の動画はちょっと、僕の画面でやっていこうと思います。タルコフ系得意なの？そうですね、前シータルコフの前シーズンは結構やってたので。ちなみに僕はサブマシンガンと、はいはいはい、スナイパーライフルを SMGS57 選びました。 BDW ですかね。そうそうそう、これそう。最初ね、チュートリアルクリアするとこんな感じで結構潤沢にね装備がもらえるので。とはいえ白いけどね。まあそうなんですよね。まあなんでこれをちょっと、まあこれをね使って最初はね、探索していこうという感じで。どうしましょうかね。スモールバックパック。これは、そうね、スモール、ピストル、ライトアーモ125発、シールド、ヘルメットかな。ちょっとね、結構切り詰めるね。いや、濃すいんですよね。こんな感じですかね。とりあえず、死ぬの怖いんで、こんな感じで。ちょっと、アンコモンで装備揃えていっていこう、いっていこうと思います。で、これ、先ほど、多分紹介されてると思うんですけど、向こうで行って倒されると、保険適用されていないものは全部その場にロスト。プラス、保険適用というものされていても、プレイヤーに取られた場合は戻ってこないんで、まあ、あんまりガチガチの装備で行って殺されると超マイナスになってしまうので、そこはちょっと考えどころですね。うまくいくかな。なんか、まだ不具合があるみたいで、たまに、パーティーで入っても誰か置いてかれたりするらしいんだけど。あ、そうなんですね。入れたかな？自分のところは入れました。よし。来たぞ、フォルトナ3へ。よーし。惑星探索。一攫千金狙って頑張っていきましょう。よいしょ。なんか不毛の大地に出たな。あ、ちゃんと、あれですね。一緒に折り立てるんだ。これフレンドリファイアあるもんね。気をつけないと。ありますあります。浄水場から行く？そうですね。それかもうサイエンスキャンパス行っちゃうのはありです。今回サイエンスキャンパスと、駐車場が。うん。脱出ポイントなので、ここには向かいつつ行くのがいいのかなと。この辺とは開けない。まあ、ちょっと物資あさりつつですね。T プレイだと、その分、敵対しているモンスターとかプレイヤーキャラの牽制にもなるし、有利に戦い運べるけど、そうですね、拾った資源は山分けになるから、そこはソロが、ソロのが美味しいよね。そうですね。危険度中。ちょっと覗いてみるか。覗いてみますか。最初はちょっとモンスターの素材も美味しいからな。ナイス。早め勝ちだぞ。いや、もう一個くすねましたから、任せてください。あ、強いんだよね、結構。あ、
で結構来てますね。結構モンスター強いからね。そうなんです。遠距離攻撃してくるし、うん、ちゃんとシャイブトを使って食らわないように倒さないと。よし、もちろんこう銃声バンバン鳴らしてると他の人が来る可能性もあるからね。うん、だから今のところ、他のドロップシップは来てないので。これ、ね、後ろ攻撃された？あ、殺されたわ。マジ？誰かいたみたいだ。殺された？ん？一瞬で？ナイフで。ナイフ隠密だ。いたみたいだね、どっかに。急に一人になるこの感じね。ナイフいた。2回で死んだ。2回で死んだ。おー、うん、近接は結構。2回で101ダメージ食らってる。よし、じゃあ私も隠密でいきましょうかね。僕の近く注意ね。了解です。近くにいたんだよ。 OK。 畑は取ってくれたのかい？取りました。ありがとう。回復しまーす。よいしょ。おっしゃ、ボルトアクションライフルゲットした。いいね。多分それ僕のだけあげるよ。やったね。どこに隠れてたんだろう。全く見えなかったな。完全隠密ですか？多分建物の裏とかにしゃがんでいたんだと思う。ああ、なるほど。後ろからやられたから。うまかったな。プロの写真だったな。プロ写真。プロ朝だったね。どうしよっかな。こんな感じかな。よし。クリアリングはしっかりしよう。そうですね。ん？ということは、あ、オッケーオッケー。よし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 。ユースケさんの武器を回収できたので、うん。自分が脱出できれば、これ、フレンドのね、次の探索の時に、まあ、フレンドのアイテムとかをね、渡すこともできるんで。帰ってくるのかい？僕の武器。まあ、でも白だから。はい、あれですか、うん、緑色もありましたよ。え、マジで？あ、じゃあそれは俺のじゃない。俺は白いのだ。あ、マジですか？うん。僕は正直に答えたから、泉の女神様は。じゃあ緑色。緑色あげます。いいでしょう。緑色をあげましょう。いいなぁ。スクラッパーですね。うん、これなかなか強い武器で、クローズドベータでもかなり猛威を振るってましたね。いやー、しかしナイフで後ろからやるなんてすごいな。銃声を立てずに始末するなんて、うん、どこぞのなんとかクリートの出身かもしれない。うん、うまかった。オッケー、まあでも無事倒せたんでね。ありがとう。至近距離でハンドガン連打しましたもん。相手も焦ったのか、ボルトアクションライフルノンスコで撃ってきました。怖い怖い。でね、結構足音が顕著に聞こえるゲームなんで、あんまりね、走ったりするとやばいという。ケースバイケースではね、早く移動した方がいい場合もあるし。そうですね、ちゃちゃっと。行きたい場合は、まあ、走るのは。よいしょ。ちょっと怖いので、クリアリングしてからにしますかね。よいしょ。
ここはいなさそうかな。結構ね、クリーチャーの足音がね、うん、紛らわしいよね。そう、プレイヤーに聞こえるんで、ここもちょっとね、見分けというか区別、聞き分けなきゃいけないという、ちょっと。こっちだ。あの上か。OK、サイエンスキャンパス。みんな帰って。さて。そう、これね、今みたいな感じで脱出地点で Y キーを押すと、まあ、ドロップ、機関用の、この、船が、時間経過へ到着するんですけど、これですね、自分のやつ。これ、中に入って数秒待機しないと脱出できないんですよ。その待機時間で、殺されることもあるので、ちょっと慎重にね、行かないといけないと。で、もちろん殺されたら全ロストなんで、よし、到着したけど、一旦周りを見ましょうか。行けないかな。行けないな。この上の方にね、離陸間近って書いてあって、これのゲージがマックスになるとこんな感じで脱出完了と。 OK、 無事持って帰ってこれましたよ。ありがたし。よし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 。はい、一応ね、エンカウンター、まあ、これプロスペクターってこの自分たちのことですね。プレイヤーなんですが、はい、ゆうすけさんが7分のところでやられてます。うん。アサシンにやられた。はい。まあ、ただ、これね、キーカードが手に入ると。ただ素材を抜いて、キーカードかな。沼地だ、今度は。はい、ガチャン。結構いきなり近くに敵いたりするからね。そうですね。ちょっとね、そう、現在、結構リスキルが多いイメージが、うん。あるので、まあね、そこちょっとね、まあ今後、修正を期待する感じですかね。岩の池。ってことは、お花がどっかで取れるかな、タイトルだ。あ、そしてめちゃめちゃ近い脱出ポイントが、この真右。これちょっと端っこの方で、うん、お花取ったり鉱石探したりするといいかもしれないね。そうですね。そしたら鉱物スキャナーを使ってみましょう。じゃあ俺も使うぞ。うん、向こうですね。うん、割と外周にありそう。外周は結構ね、はい、内側だけ警戒すればいいから。そうです。はい、今みたいな感じで、あ、モンスターちょっと倒しとくか。素材美味しいのよ、モンスターの。ナイス。ないかな。よし。この上ですかね。この花が大事。お花。お花。あ、これですね。ウォータービードピラメント。そうそうそう。これね、一応クエスト素材になってましたよね。クエスト素材になってた。拾えた？拾いました、拾いました。お、スペシャルアーモ。お、これライトアーモとスペシャルアーモ入ってる。お、いいですね。僕はいらないから。ライトアーモ使うなら。了解です。はい、こんな感じで、ね。バサられ済みだ。ツルハシで、こう、鉱物を掘ると、こんな感じで、鉱石資源が出てくるので、まあ、これをね、取る感じですね。で、結構鉱物スキャナーないと分かりづらいですよね。敵ですか。あ、モンスター。なるほど。ナイス。爆発するんだよね、こいつ。そうですね。なんかそれ落とすのかな。弾の無駄だったかもしれない。これは取れないのか。
これね、結構その、さっき言ってたウォータープルーフ、どこにあるのっていうので、よく見かけるので。大体水回りを見ていると、拾える花があるから、そうです。それが、この沼地キャンプが、いいですね。一応僕たちベースキャンプがまた脱出地点なんだ。ベースキャンプ美味しいからベースキャンプ最後目指していいかもね。なるほど。で、ちょっと目指しつつ進みますか？そうだね。まあこんな感じでね、一応天候も変わるんですよね。で、これ天候によって何が起こるかっていうと足音が聞きづらくなるという。そうね。たまに嵐が来るんだよね。はい、ストーム。ストームが来る。それが来る前に、まあ、脱出するのが。じゃ、セオリーっちゃセオリーだね。ただ、情報によると、建物内だと生き残れる。どうなんだろう？僕まだ試してないんだけど、本当なのかな？ちょっと試してみたいですよね。うん。やり過ごせんのかな、私。すべての通信機器がジャミングされるらしいので。あ、そうなんだ。ん？スナイパーの発砲音がしました。撃たれたかな、わかんないね。いや、こっち側じゃないですね。モンスターかな、じゃあ他のプレイヤー撃ったかですかね。ちょっと怖いな。そしてこの辺もう漁られてる？あ、漁られてますね。あ、じゃあこれ追いかけていくと美味しいんじゃない？素材が漁られてます。すでにベースキャンプ向かいますか？そうだね。ここはもう漁られ済みですね。綺麗に持ってってるね。うん、全部回収されてます。なんでこんな感じでね、他の人が通った後には何も残らないことが多いので。まあ、かといって地面見るとめっちゃレアアイテムがたまーに落ちてたりとかね。見逃しも結構あるからね。見逃し多いですね。これ左あの爆発がいるので。はい、こいつら今寝てますね。しゃがんでやり過ごせそう。ゲス肉でいくか。あ、起きた。ダメか、やるか。あ、うまくやるとやり過ごせるっていうね。ちょっと近すぎたかもしれない。そうですね。で、やり過ごすときは、クリーチャーが寝てるときは、スニークで、行くと、いいです。あー、ここも漁られてますね。ベースキャンプ向かったかな、これ。ここは浄水場だからね。このまま。ここから北に刺すと行った方がいいかもしれないね。そうですね。それかサイエンスキャンパスに向かってる可能性も。どうですか？漁られてました。一個だけ拾えたけど。あ、漁られてる。来てないかもしれない。漁られてるんだ。見逃しかじゃあ。頭もないね。あー、これベースキャンパスね。ってことは、ここででも脱出艇飛んでる人いるから。脱出艇があるから、もう逃げてったかもしれない。うん、なるほど。この先も漁られてたらちょっと怖いな。あ、こっちは。スニークで。なんで一定の距離取れば。歩けば大丈夫じゃない？これなら。そうですね、歩けば。さあ、近いですね、ベースキャンプ。ここね、結構襲われるんですよね、この川。上から見下ろされるところは怖いよね。そうですね。ここから行けるかな。まあ、雨だから鉢合わせになるまでそんなに気づかれないと思うけど。お、鉱物。お、ナイス。2つありますよ。よし、どっちか。じゃあ1個もらおうかな。
よーし。おわ、3つも入った。いいね。そして、アルタドニッケル。これがね、結構使うんで、これ見つけたらね、積極的に掘っていくのは、手伝います。あざーす。あ、ありましたね。あと1個か。お、しかもニッケルじゃないですか。いいね。よしよしよし、ベースキャンプ向かいましょう。さて、どうだろう。いるかな。コマさられてたらまだ素材がそんなに取れない状態で帰らなきゃいけなくなるね。そうですね。こっちか。この上ですね。よーし。漁るぞー。あ、取られてないっぽいですよ、これ。お、いいね。取られてない。ここ美味しいからね。結構、難易度的に高いって書いてあるので、それで見逃すこと多いんですかね。いかないこと。まあ、真ん中ってちょっと怖いよね。確かにそうです。チームいっぱい持ってる。あ、あれいるじゃないですか。めちゃ強クリーチャー。無視したいね。俺は無視ですね。ハンドガンでしょ？多分倒せないよね。あ、SMG ですね。SMG か。お、え？時間をかければ倒せると思うけど。これ。あ、やばい、気づかれました。何？上逃げます、上。はーい。まあ、はめれば、倒せる可能性がある。そうですね。やばい、青素材だ。セーフポケット入れないと。うーふ、よし、オッケー。よいしょ。逃げます、逃げます。怖え。スティムはある。よーし。逃げた逃げた。ハンターズキャンプ美味しいなぁ。うん。自分ゼロシステム CPU。敵かも。今扉開けられた。僕の近くにいる子。うん。どこだ？上ですか？上だったら君かな？扉開けた今。今一瞬扉開けましたよ。あ、じゃあ君か。びっくりした。心臓に悪い。いやー、これ熱い。うん。脱出が不可能になる。5分後、脱出不可能が。これ本当にやり過ごせるのか？ちょっと怖くないですか、これ。うん、結構いい素材手に入っちゃってるんで。今回はさっさと呼んで逃げちゃおうか。そうです。なさったら。青素材も結構広いと美味しいんだよね。いや、めちゃめちゃ美味しいですよ。脱出地点探しましょう。はーい。あ、真ん中だね、確か。もう呼べます。ただ真ん中あれがいるんですよね。あいつか。やつがいる。スモークで。スモーク持ってきてる？持ってきてます。さって乗り込めば。ほんとだ。ギリギリ乗り込めばでも、いけるかもしれない。いけます。なんかモンスター倒さないと呼べないとかなのか。ちょっと呼んでみますわ。はーい。ほい。あ、接近中になってますよ。じゃあ意外と降りられんのかな。お、拡張マガジン。熱い。真ん中、寄れてます？まあね、道を探してる。迷子中です。あ、そうそうだ。あ、いたいた。あ、真ん中揺れてる揺れてる。あ、でもなんか外れてったね。外れましたね。あれ、待って、俺に。もう！
まあ、出発直前に乗り込もうか。そうですね。スモークを試してみるとか、意外と見失うのかな。やばい、全速力。結構足速いんだ。めっちゃ速いですよ。じゃあ、いつきくん置いて僕だけ帰ろうかな。ちょっと死なばもろともオッケーうまいこと逃げれた。美味しいね、ここ。いや、美味しい。いやー。15,792、戦利品の価値。青素材、2つ。1、2、3。僕4種類あるね。データドライブのレアなやつあるし。いいですね。まあ、スペシャルアーモア、高いから一応集めとくって感じで。一個にアカウントしないでおこう。よし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 。OK、今回も。ノン。順調だね。我々のプロスペクター業は。いやー。これはもう、ベテランになるのも近いっすかね。はい。まあ、こんな感じでね。ザ・サイクルやってみたんですけど、ゆうすけさんどうでした？タルコフ系遊んだことがある人ならわかると思うけど、タルコフ系よりはカジュアルなゲームシステムになってるし、うんうん、味方の位置もね、ハイライトされてわかりやすいし、マップも見られるし、ちょっと親切さが上がって、SF チックな世界観にもなってるし、遊びやすさ、とっつきやすさっていう点ではこっちの方が上かもしれないね。なるほど。そうですよね。やっぱりこう、まあ遊びやすくなってるというか、まあ結構ね、その難しいところ、空いたゲーム難しいところがあるので、まあそういったところを結構取っ払ってくれているというか、親切になっているのと、まあね、この装備をなくす比率きというか、うん。うん。ハイリスク、ハイリターンを狙うのか、まあはたまた、まあ低リスクで、今回みたいに隠密でね、動いていくのか。もちろんね、脱出手で待ち伏せして、うん、他のプレイヤーが持ってきたものを奪う山賊プレイもありだしね。いやー、いいですね。まあ、そういった場合はね、スナイパーとか強いかもしれないですね。強いかもね。ショットガンのガンバチとかね。うん。まあそういったものにも注意しつつやっていくとかね。うん。うん、まあね、もちろんその今回みたいにゆうすけさんと今回僕でやっているんですけど、フレンドとね一緒に3人、最大3人まで、チームを組んでできるので。まあこういったゲーム苦手だったりとか、まだやったことない人は友達とね、一緒に誘ってやってみるのもいいかもしれないですね。まあね、今回この辺で終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。